先週まで石川県の穴水町で復旧作業をされていました、えー、神戸市水道局の小林茂博さんにお話を伺います小林さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします小林さんは現地にはどれぐらいの期間行っておられたんですかえっと1月の9日に行きまして、えー、先週の火曜日に帰ってきて 現地作業としては6日間、現地作業してまいりましたああ、うん、神戸市水道局としては、まあ、そういうチームをどんどん送り続けて、交代制にしているということなんですよねそうですね、大体1週間サイクルで、うん、まあ10人がです、ね、<っ>入れ替わりということで、長期的な支援をしております、うん、実際に現地をご覧になって、どんな印象ですか、小林さんは穴水町はです、ね、地震直後から3200全戸が断水しておりまして。うん やっぱり現地に行く道も亀裂が多いですし、あの市、ー、街に入りますと。とまあ、道路に亀裂であるとか、うん、えー、陥没で家屋の損壊みたいのがありまして。まあ、かなり、このエリアでは水道管も被災してるだろうなというような感じを受けました。実際にただのあ、どうぞ続けてください。あ,あじ、上水道施設ではですね。あの導水管が損傷してたんですけども、そちらの方は早期治りましたので。うん 今は浄水としてはできてて、はい、その下流に水を張る作業に移れてるのかなという状態です、はい、ではこちらの地図で改めて確認をしたいんですけども地震による断水の状況まだこれあのオレンジ色の地域はほぼ全域で断水しているとで薄いオレンジ一部で断水ということになりますおよそ四万八千五百戸ということになります、えー、今後の復旧の見通しですけども早くても二月末 えー、珠洲市や七尾市の一部地域は4月以降になるっていうんですからこれはまだかかります、えー、とりあえず水が使える状態仮復旧の見通しということですで映像にあったのは能登町の大阪市の水道局の皆さんのお仕事ぶり撮影させてもらいましたそして小林さん、えー、神戸市水道局は穴水町で復旧作業しているとこれですから小林さん仮復旧の状態まで持っていくのがもうとりあえず時間がかかるということですよね。 そうですね、えー、とまず神戸市でやってますのは排水地から出ていきます排水管にまずを充水するということでやっておりまして、はい、町の要望で排水管の感染を張るとともに防災拠点にも水を張ってほしいというような要望を受けておりまして、うん、まずは市街地の防災拠点までの 排水をを復旧を急いでいででるところです、うんはい、で改めてこう水の流れどういうふうにです、ね、供給されているのかというところをちょっと確認をしておきたいんですけども、ま、あの水をです、ね、あの浄水場に集めてきれいにしてでポンプで送って、まあ、排水池、まあ、水をためる場所にためてでそこからです、ね、配管を通って各家庭に送るということなんですけども水を汲み上げるパイプろ過装置などが破損していたり 地盤沈下でパイプが破損水が漏れて空になっている、まあ、この中はもう空っぽになっちゃったということもあったで、破損がまあたくさんありすぎてもそれに時間がかかってしまうということが石川県下でいろんなところで起きていますで神戸市が入る穴水町は浄水場、排水地は復旧しているんだけどもそもそも漏水水漏れが非常に多いと箇所がでまた、総排水システム上流に多いため時間がかかる。 小林さんこのシステムの上流に破損、まあ、被害が多いので時間がかかるというのはどういうい意味ですかえっとです、ね、今の図を見てもらってあの丸5というところがあるんですけど、はい、そこにまあ水,水道管に水を張っているわけなんですけども、はい、でこの排水地の下流の市街地の部分でかなり排水管の破損が多いということがございます。水、うんはい、水町は特で排 でもって水を送って、次の排水池へ水を送って排水する、うん、さらにはその排水管から次の排水池へ水を送ってということで下流にこの図を見ていただきますとあの大きくえっと左側に見えます上野浄水場とウルチ浄水場この2つの浄水場からまず水を排水しております赤丸で囲ったところがですね市街地部ということで まあ住宅地の中心なんですけども、うん、こちらが一番地震被害が多い、はいうんで、まずはこちらの方を復旧しないと、ですねこの東、右側にあります、ですねえー、いろんな排水地ですね、そちらの方も復旧できないですし、あの下側にあります緑が丘の排水地であるとかも復旧できないというところで、うん、まずはこの。 あの最上流に市街地があるというところで早くここを直さなきゃなので頑張っているところです。だから水がここに集められるんだけどもここの被害が大きすぎてこっちまで水を送れないとだから先生もとにかくこの影響を受けるエリアが広いということですよね。ね大変ですねこれ。降水箇所が多いっていうのがねこれなかなかねなければならないという <laughs> あの本当にあの地道な作業が必要になってくるんですけどもで。 実際にです、ね、どういう作業をするのかこれは水道管の部分で言いますと、ねえー、排水管ですね、えー、まず水を流して漏水箇所を目視や音調音で聞いて判断するで、えー、掘削して修繕するこれ約半日かかります要するにもう掘り起こしてあの配管直さないといけないで止水をして1回止めて確認をする。ですから この作業を小林さん、もう何回も何回もしなければならないということですよねそう,そうですね、市街地の方では、えーと、水を流して漏水箇所を発見しては修繕して、そしたら修繕終わった後に、もう一度水を張りまして、漏れ <coughs>、うん、が治ってるかどうかを確認して、そこが終わると次のエリアに移るというようなことで、どんどんエリアを広げていくという作業の繰り返しです、うん、これ、小林さん、仮復旧というのはどういうことを意味しているんですか。はい 仮復旧は一、まあ、日も早く皆さんのところに水をお届けするために貫が例えば損傷しておったらその貫そのものを変えるのではなしにその損傷箇所、部分を修繕するということであったりあの箇所がです、ね、多数漏水しているということであれば地上にです、ね、露出で仮配管代わりの配管を合わせて仮上水を送るというようなことで、まあ、とりあえずはそういう状態で生活を戻ってもらって あとは本格的な復旧はしっかり計画を立ててやるということでございます温調というのは小林さんその耳で聞くということですけどもこれはやっぱりその専門家じゃないとできないような作業ですかそう,そうですねあの神戸市の方ではあの漏水で水張りとか漏水調査修繕とこれまでずっと職員がやってまいりましたので、ええ、まあそういう機能があるんですけど。うん あくまでですねバルブなんかの属具に鉄の棒を当てましてその水が流れる時にバルブのところで音が響くんです、はい、その音の響きの質であったり量であったりでもってそのバルブの下を流れてる水の量を判断するとで今回の漏水調査というのは下流とか分岐のバルブは全部締め,締め切った空間に水を張るんで漏水がなければ流れる音はしないんです。はい,はい、はいね 音がするということはどこだろうということで突き止めていって直すと、なるほどで最終的にはそこは音出なくなったら次の区間をするというそういういい流れでございます、うん、大変時間のかかる作業ですが、また小林さん、現場にも行かれるんですか。 あ、そうですねえー、まあ、ちょっと長期的な支援になりそうなんで、うん、あのー、また1週間単位で行ってたら次の順番ということで活かしてもらうことになるかもしれませんわかりましたぜひあの被災地のためにもお仕事頑張ってください、えー、この時間は神戸市水道局の小林さんにいろいろとお話を伺いました小林さんありがとうございましたありがとうございました そして番組ではこちらの JNNJRN 共同災害募金を設けておりますご覧の銀行と口座番号となっておりますお寄せいただきました義援金は日本赤十字社を通じて被災地に送られます皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします